こんばんは、ゆきまるチャンネルです。ゆきまるくんとまたライブ配信を2人で2回目を土曜日にさせていただきました。最近すごいライブ配信をね、ママさんが積極的にやっているので、まあなんかね、なんかこんな言い方してあれなんだろうけど、成長したなと。いや絶対なんか一人でライブ配信とか撮影とかするタイプじゃなかった。もっとこう自発的にそういうね、なんか動きを見せてくれるっていうのはねなかったので、おすごいな。しかも僕があまりライブが得意じゃないというか、自発的にやろうっていう感じじゃなかったんで、やるなと思いました。やるなだって。まあちょっと偉そうなんですけどね。まあね、私はあまり積極的にねやらないもんね。何事にもね、物に本当に自分の好きな食べることにはすごい積極的。それ以外はちょっとね。あ、でもあれだよ、行動力はすごくあるって言われるよ。あの突発的なところはすごいなと思います、うん、なんかそこみたいな。アリの巣をほじくるのに全力出すみたいな。すごい、そんなみたいな感じのところはあります。面白いね、うん、なんか個人的には突拍子もない感じはするけどね。まあそんなことはどうでもいいとして、今日はママさんがなんかライブで伝え忘れてたことがあるらしいんですよね。うん、伝え忘れてたか、もうね、ほらのんびりしてるからね、ついていけなくて、チャットの、そうそう、チャットでこう、はい、一つ一つねちゃんと答えできてなかったり、はいはいはい、分からなかったり自分がっていうのがあったので、ちょっとねそこ拾ってみて、はいはい。あ、まずでもね、お礼が言いたくて、はいはい、あのいろいろな方にね、あの本当来ていただいてね、うん、皆さんのお名前を今ね読み上げたいぐらいなんですけど、あの名前もね、ほら漢字の読み方ね間違った失礼だからね、ちょっと確認したいなっていうねお名前の方もいらっしゃいますしね。そうそう、あとね、あのアロカワさんね、はい、あの美容院のね予約を変更してまでね、ゆきまるくんのねこのねあのライブ配信に、ね、遊びに来てくださって、ね、そうなんですね、ありがとうございます、ありがとうございます。あとね、あの初めてね、はい、来てくださった方がたくさんいて、ちょっとねあの抜けてたら申し訳ないんですけどね、はい、長野ゆり子さん、さくら子さん、ありんこちゃん、佐藤さとみさんでいいんですかね、それともりみさんですかね、読み方ねちょっとね自信ないから、あとひななさんね、あとね南沢、私未来さんって言ってたんですけど、ミクさんかな、わかんないね、うん、であとスンくんね、あとアルさん、寺田さん、マキマキさんが初めてね来てくださった、ありがとうございます。で、あとね、あの京子さんのねだるまインコ、うん、だるまインコ見たいんですけど、あ、そうなんだ。そう、あとね、あ、そうそうそう、メシテロリストニケルさんね、ニケルさんこんばんは。琉球丼ってね私知らなくて、さっき調べたんですよ、そしたら大分の郷土料理で関アジ、アジ、はいはい、アジを使った丼なんですよ。うーん、で私それ写真見た時に、なんかなめろうに似てるなと思ったの。おで、ああいう感じなのかね、食べたことないからね、はいはい、今度ニケルさんね、教えてください。あ、そうそう、今回ね桜のお話が結構出たでしょ、読みました、まだ。それもね、緑のね桜みたいな話があったので、緑なんだって。へえ、すごいですね。でそれもちょっとねまだ調べてないので、うん、ちょっとちゃんと調べてみようかなと思ってます。で、あとね、あのなるみちゃんがね、なるちゃんがね、うん、海峡館ね、水族館、あと秋吉堂、はい、洞窟行ったって聞いたから、ちょっとね調べたらなかなかねいいところだね。私は行ったことないんだけど、水族館っていうとね、私が思い出すのは大阪にある、何でしたっけ、大阪はね、わかんない。あ、わかんない。大阪にあるね、水族館と、はい、あと沖縄にある、あ、わかった、海遊館だ。大阪、はいはい、海遊館ね。あとね、沖縄は、チラ海
水族館だっけな、そんなような名前あるの、大きいのね、はい、そこは私行ったんだけど、はい、海峡館の、もう私山口行ったことないから、うん、いいですよね。洞窟もね、写真見たらね、すごいなんか洞窟ってほら、そんな私のイメージね、うん、暗くてちょっとね、どうなんだろうと思ったんだけど、写真見たらね、すごい綺麗なところだったね。旅行いいよね。でもほら、鳥さんとかね、ペットを飼ってる お宅はね、あんまりね、旅行行けないと思うんですよ。うん、行きづらいのはあるよね。そう、預けてまでね、行きたいかって話なんですよ。はいはいはい、ね、行ってやっぱり心配になっちゃったり。ああ、そうだね。そうそうそう、それだったら連れていくかみたいなね、うん、そうなっちゃうと思うんでね、なかなか難しいと思うんですけど、でもあのいろんなね、地方の方とかがね、来てくださると、あそこも行ってみたいな、あそこも行ってみたいな、みんなと会いたいなって思っちゃいます、私ね。あとね、 KK さんね、あの今回ね、あの美容の話が結構出たんですよ、あの女子トークでね、はいはい、女性が結構来てくださったので、はい、IPL ねやってるって、その時ね、ピンとこなかったんですけど、脱毛ですか？ あの、あるよ、フォトフェイシャルとか、あのシミをあれする光のレーザーみたいな、はい、あ、私やったことあるやったことあった、 IPL って聞いてピンとこなかったんだけど、あ、そうだ、私皮膚科でやったわと思って、うーん、そうそう、思い出した。だけど私の場合ちょっと皮膚が弱いから、そのシミを取りたいなと思って当てたら、なんか水ぶくれになっちゃったんだよね。あ、なんかやってたよね、うん、それでやめちゃったんだよね。でも取れるんだったら本当いいよね、うん、いろいろほら新しいのが出てるから、すごくね、あのそういうね、なんかね、そう、美容の話とかもできてね、楽しいなと思って、うんうん、化粧品の話とかもね、今度したいし、みんなどういうの使ってんのかなとかね。 あとね、キミリンさん、チュンコ親子ね、チュンコちゃん親子山から戻ってきてくれたわけよ。あ、電波があれだからって、ありがとうございます。あのなんか大画面で見てくださったっていう方かな。そうだっけ、違ったっけ、分かんない、あのコンヌズワって来た人。あ、そう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 、そうです、そうです、チュンコちゃん親子やっと覚えたもんね、キミリンさんとチュンコちゃんってね。あとですね、 AM さんね、あのシカゴから見てくださって、はい、夜中の1時過ぎありがとうございました。もうね、時間もね、何時にしようかなって悩んだんですけどね、うん、まあ、でもいろんな時間に試してみようかなと思って、いろんな方が参加できるようにと思いました、うん、あとね、KK さんね、 IPL の話もそうだけど、黒酢炒めね、作ってくださったっていうんでね、うん、ありがとうございます。ヨウムさんがアイコンの方か。 あ、そう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 、はい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 、あ、知ってる？いや、なんかちらっと見た、あの、ちょっとこんな感じになってるヨウムのアイコンだったような気がする。他のね、鳥さんも結構飼ってらっしゃる。あ、そうなんだ。後で見せてあげるね、はい、そう、あとね、あ、そうね、佐藤さんね、佐藤さとみさんって読むのか、りみさんって読むのか、まあ、普通に読んだらさとみさんかなと思ってさとみさんって言っちゃったけど、あと、ノブリンさんね、中学の三冠終わった後にね、うん、すぐね、あの見てくださってありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様です。ね、暑かったからね、あの日はね。で、あとね、そうそう、あのシュガーズクラブっていうのね、あのうちがほらお砂糖をね、いつも映るから、みんな何なんだと、あの白砂糖はって話になったんで、そしたらね、こういうの作れるんですよってね、何人かの方がね教えてくれて、お砂糖にいろいろ混ぜてね、スクラブっていうの、こういう肘とか膝とか、はいはいはい、角質ね、取れるように、あの塩マッサージみたいなもんかな、その砂糖版みたいな。そう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 、だから作ってみようかな、いっぱいあるから全然減らないんですよ、砂糖。だいぶ使ったけど、うん、やっぱりまだあるよね、たくさん。そうだね。そんなわけでね、いろんなね、あの話題になってね、もう吹っ飛んでましたけどすっごい楽しかったですね、はい、ライブね、はい、なんか今後やっていく予定あるんですか？まだ特に決めることなく、いきなりやる感じですか？そうですね、気分で申し訳ないんですけどね、まあちゃんと決めてね、できたらなって思ってますけどね。例えば昼の部とか夜の部とか、うん、夜の部はね、ちょっとアルコール塗って参加みたいな、うん、
あのなんかママさんがねアルコールを入れるんだったらもうマスクするの嫌だって言ってるんですよ。なので例えばメンバーシップとかでそのメンバー限定のなんかそうだ、ね、飲み会を開くかもしれないですよ ね、 そうね。ちょっとあんまりねさらけ出すのは嫌だからなんとね、だからもう、はい、もう固定のね方だけ限定でね、で、あの、何、なんていうの、そういうのは、そういうのは残さないでしょ、みんな。あの、本当にメンバーさんだけのだから。え、多分メンバー限定のライブで残ると思う。だからメンバーシップの人がまたあの日を戻りたいって言った時に見れる感じ、うんうん、ああそうなんだ。おそらくちょっとその辺の仕組みは詳しく知らないんだけど、うん、皆さん見せるほどの顔じゃないんでねただね、お酒飲む時にね、はい、ちょっと煩わしいなと思って、ストローで飲むわけにいかないし、ね、そうそうそう、そういう感じです、はい、まあ、いろんな構想をね考えた上で、うん、ちょっと今回はライブ配信のその延長、うん、まあ、続きというか、あのお答えしきれなかった部分調べてまとめてきましたみたいな感じらしいので、だからもしかしたらね、あの初めて来た人まだいたかもしれない、ごめんなさいねあの眼鏡ね使わないでねこうやって見てたから老眼、え、いや最近ねちょっと、いや本当目悪くなってきたね、本当急に近くのものが見えないの、いや見えるんだけどすごいちっちゃい字が苦手になってきた。あ、老眼じゃない、あ、やばい、マジか、老眼じゃないですかそれは。いや本当ほら、あのほら Kindle のあのちっちゃい、はいはい、ね、見てたでしょ、あの雑誌のあのあんなの嫌だよね。あ、まあ、小さい文字はねちょっとね、老眼ですか。いやでも最近ちょっとだから本当に運転するときはあの見える目がね、老眼じゃなくて普通の禁止だね、うん、やってる。そしたら本当に車のナンバーがすごい遠くても見える、びっくり。まあ、近くが見えづらいんだったらね、見えづらいままにせず老眼鏡をねちょっと買って近くのものも見たように見えるようにした方がいいんじゃないかと思いますけど、パパさんのね老眼でね見たらね気持ち悪くなっちゃう。僕の場合はあのパソコンを見る専用にちょっと視力を落とすやつなんで、ちょっと寝度が強いですよねあれ、うん、だからちょっと見えづらいかもしれない。はい、はい、そんな感じ、そんな感じでまたやりますので、はい、ぜひ遊びに来てください、はい、だん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 というかもうちゃんとお名前も頭に入ってきてるんでね、あとはお顔も見れればね、そうだね、すごいなんか、まあ、インスタでねあのお顔を拝見してる方もいるんですけど、それでもまだこう把握できてない部分がかなりあって、うん、つながってないっていうかね、うんうんうん、だからつなげていきたいなみたいな気持ちはあります。はい、この動画が良かったらチャンネル登録コメント高評価よろしくお願いいたします。各種 SNS もやっておりますので、Twitter、Instagram、TikTok のフォローもお待ちしております。では次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。